皆さんこんにちは、シャツ T です。今日はですね、アスカツの、ツアーがですねまた発表になりまして、これまで3月のツアーがですね1ヶ月分発表されていたんですけども、最近ですね4月5月と初夏にかけてのツアーが発表されてですね、その中にはですねなんと1週間の、ミッドツアーも、組み込まれておりまして、これまで、コロナの影響でですね長くても4日間のツアー、2日3日または4日といったような構成だったんですが、今回の4月5月ツアーはですね最長7日間の、やや長めのクルーズも登場してきましたので、ちょっと僕が行きたいなと思っているおすすめツアーをご紹介したいなと思います。ちなみにですね、コロナ対応ですね、事前の、PCR 検査であったりワクチン接種を推奨する、そういったところの対応は変わっておりませんで、ワクチン未接種の方については基本的には、乗船前に3回の PCR 検査が必要ですというところは変わっておりません。はい、ではですね、ちょっと長いツアーから紹介していこうかなと思うんですけども、4月の6日から11日にかけての6日間というですね、ミッドツアーというところで、春の土佐宮古大阪クルーズというのがですね、横浜発で あります。で、これはですね、6日間っていうと、ほぼほぼ1週間で、近年においてはですね、こんなに長く船に乗れるのなかなかないツアーで、早速4月のですね、もう初旬から開始する、横浜発着ツアーですね。で、こちらは横浜を出まして、まず、翌日はですね、オールデイでクルージングを楽しんでいただいて、8日ですね、2日目に高知に着くと。で、高知観光をして、翌日9日には大阪に着いて大阪観光。これも1日できますね。で、その夜に出発して、10日は終日クルージングをしまして、11日に横浜に着くという行程で、そうですね。いろんな、モノマネの、タレントさんが乗船してショーを開いてくれたりですね、カサブランカ四重奏というですね、クラシックのコンサートがあったりというところで、結構楽しそうなツアーだなと思いました。特にですね、大阪の停泊におきましては朝の8時から夜の10時までということで、大阪観光も十分時間を取れるツアーになっているのかなと思います。はい、でですね、続いて紹介したいのがゴールデンウィークの北海道青森クルーズ。このゴールデンウィーククルーズといえばですね、去年ですかね、おととしですかね、去年ですね、失礼しました。アスカ2が、出航してからですね、コロナの、陽性疑われる方が出たというところで、引き返してきたクルーズも北海道クルーズだったと思うんですけども、それ以来のですね、北海道の1週間クルーズになります。5月2日に出発して8日までということで、これも横浜発着になっています。中身としてはですね、横浜を出て翌日は終日クルージングしまして、その次の日の、4、5、6というところをですね、それぞれ道内の、メインの観光地を回っていくという形で、4が函館、5が青森、これ青森ですね、で6が釧路ということですね。なので北海道、青森、北海道ということで、こちらも寄港しますので観光ができます。で、釧路を6日に立ちまして、7日は終日クルーズを楽しんで、8日に横浜に戻ってくるというツアーになっています。で、こちらの見どころとしては、乗船するアーティストが多彩ということもありますし、やっぱり一つのクルーズで北海道の当然函館夜景も楽しめます。でラッキーピエロも楽しめます。で、釧路については、釧路湿原であったり、タンチョウを、見るシーズンでもいいのかなといったところもあるし、あとは、青森も楽しめるよというところで、ここは東北のですね魅力を、1週間でギュッと詰め込めるようなツアーになっています。これも非常にいいかなと思います。
で最後にですね、ちょっと長めのツアーを今紹介してたんですけども、当然3日というですね短いツアーもあります。で、最後に紹介するのが、神戸を出発しまして横浜に着くというツアーになっています。まあ、これがですね、これ5月のいつだ5月の22日日曜から24日までの3日間のクルーズ。これは移動型の神戸出発横浜着の、まあ、初夏の神戸横浜ぶらり旅クルーズというのが出ていますね。でこちらはまあ定番といっちゃ定番で、あのアスカ2においてはまあ横浜から神戸とか神戸から横浜といった航路は非常に多いんですけども、まあ、これはその代表例の定番ツアーですね。なので当然その少し前には横浜から神戸に行くツアーもあります。でこちらのまあ見どころとしてはですね、まあ、まずあの3日間でですね、まあ、あのゆっくりあの初乗船の方もですねクルーズのまあいろはみたいなところを知れるようなツアーなのかな。22日に神戸を立ちまして、翌23日は終日航海をいたします。で24日に横浜に到着するというツアーでして、もちろんプロダクションショーは2夜開催されますし、スペシャルゲストの、まあ、演出あるようです。でこちらはですね、あの、まあ、価格も魅力的でして、アスカ2のバルコニー客室というのが、まあ、スタンダードな、ちゃんとねバルコニーがある部屋っていうのは、まあ、大体1泊8万円程度が相場になっているので、まあ、1週間のね先ほどのツアーとかですと、まあ、50数万円ぐらいしてしまうというところあるんですが、これはあくまで2泊ですので、バルコニー客室でもまあ16万円台からまあ泊まることができるよということで、お一人ですね。ですので、あの初回乗船においても非常に、ハードルが低くて乗りやすいツアーなのではないか。あとはこちらにおいては、まあ一人旅にもですね割引特典がついていて、まあ、お一人 D 旅というものがあるんですけども、あの通常一人で客室を利用する場合ってバルコニー客室は 1.3 倍になってしまうんですけども、今回のこの神戸のねツアーにおいては、まあ、D バルコニーにおいては 1.1 倍で乗れますよと、まあ、1割増しで済んじゃうんですね。であとはですね、まあ、スイートですね、これは、まあ、乗りたいけどなかなかお高くて乗れないんですが、通常の他のクルーズよりもですねスイートの、まあ、A と W ですね、アスカスイートと和洋スイート、こちらはだいたいバルコニー客室の、まあ、2倍ぐらいするんですよね普通は。でもですね今回は、まあ、25万円台から乗船できるということで、30万円をですね大きく切っておりますので非常に魅力的なのかなと感じました。はい。でちょうどね、まあ、5月ということである程度暖かくなってきているので、まあ、あのプールももうこの時期に入れるのかなとか思ったりしました。はい。でね、先ほどもご紹介した通りですね、クルーズがですね、まあ、20クルーズぐらい、ご案内新しくねされていると思いますので、皆様もですねこの初夏のいい季節でもありますので、どれかのねクルーズに乗っていただけるようよろしくお願いいたします。以上どうもありがとうございました。